さあ位置は完璧、右反射して左のなんだっけトゲ踏んで上に対処理で帰ってきてもう一回処理。さあシアルブラザーズイン、サタンの部屋。よー、今日の件は、ジジウサフィールで23の国やっていくってやつだぜ。さっき俺このウサフィール2体とオークリヌシ2体で行ったんだが、めちゃくちゃ強くて、1回で勝っちまったから、まあ、3体もいけるんじゃないかと思って、連れてきてるってやつよ。で、こいつ何が強いかっていうと、このターン12で打てる号令なのよ。これ12ターンだぜ。魔法陣回避にも使える。で、さらに俺結構この、ここで号令打ったってとか言ったかもしれないが予想動画で。もう全然違った。それをちょっと今から詳しいこと説明していくから、よく聞いてくれよな。そんじゃ、アラミ様、いつも通り右側に焼き入れステータス、頼むぜ。焼き入れって、焼き入れって仕方ねえんだ。ステータス右側に押しとくぜ。そんじゃ確認してみるんだが、妖精族バランス型、貫通、マインスイーパー、アンチウィンド。これマインスイーパーがあることによって、まあ、地雷を、まあ、張り付け地雷を回収することができる。これ2ターンで爆破するから、本当にここ絶対重要。で、ターン12、ウサウサ、ウサポワールシュート。で、仲間たちを引いて敵へ打ち込む。で、これが俺予想動画でここで撃って持って、まあ、自分が自称だから、仲間はアップしないの攻撃力が。でもよ、これ、ザコグレーなら、結構倒してくれんのよね、仲間が動いて。だからラストステージのザコ処理が、もう劇的に楽になった。これはマジよ、本当に。下手なガチャゲン連れてくよりは、こいつも全然可能性あるってやつ。まあ、でも、アヌとかオークリヌシとかにはかなわねえかな。で、友情コンボが威力4499のこの超強貫通拡散だ。これはちょっとどうでもいいな。で、ラックスキルがクリティカル。これもすごい、これもすごい。もうなんか、チャンスあるって感じ、これで。で、ステータスが、もうよく見てもらったらわかるが、このステータス、フレンドガチャのモンスターのステータスじゃねえってこれ。どうした？めちゃくちゃ強い。だから安心して使えるぜ、本当に。一回トゲ、食らうだけでちゃんと、なんだっけ、近松門左衛門か、あれも倒せるから、もう十分 OK。そんじゃ、そろそろボス戦に行こうじゃねえか。契約完了。さあ、ぶちかませ。これなんか、お猿さんって言ってるけど、なんかお猿さん、お猿さんとか言ってるの気になるけど、俺だけ。よっしゃ、ボス戦やっていこうぜ。で、これ12ターンですぐ溜まるから、もうどんどん使っちゃって OK。どうしようかな、これ。普通にいけるんだが。普通にいけるんだが。ちょっと怖いから魔法陣回避と確定で絶対処理するために使っていくぜ。このパワー！よっしゃ、オッケーオッケー、いい感じ。で、まあ、このステージ、ボス1っつうのは、まあ、結構削りやすく設定されてんだが、上側に行ってしまった場合、全然削れねえのよ。で、今、3体上に行っちまったから、ちょっとプラン的には、大国主の SS を使って突破することになるだろうな。だからここ、ボス1は配置によっては相当削りにくいが、ボス2、ボス2は意外とどっからでもダメージを与えやすいから、まあ、そこで SS をため直すという感じで行こうじゃないか。で、ラストステージは、もう SS を使いまくって、近松門左衛門3体、そしてブリトラを、すぐに処理していこうぜ。やっぱ本当に削るの難しいな、上側だったら。で、ポイントとしてはしっかり弱点をついていこうぜ。じゃねえとダメージが全然出ねえからな。もう大国主で削ることを前提として動くか。で、前々回とか前回の23の動画あったじゃねえか。キャンディーちゃんとか。あれよ、俺何回もオークリヌシここでワンパンしまって間違えて、何回もやり直してるから。とりあえずよ、ワンパンしねえように、まあ、上側だから絶対ないと思うが、ここのゲージだけちゃんと削り切れるような威力で行かせてもらうぜ。ちょっと、ヌシさん、危ないな、おい。このパワー！本当弱点つかねえと、ここのステージは、このクエストは無理だな。あ、オッケーオッケー。これはいい感じ。いけるよな。下食らって、なんとかダメージ食らって真ん中に入ったら、弱点結構つけるんじゃないあれ。よし、オッケー！いい感じ。
結構真ん中に来てくれるとダメージ出しやすいんだよな。で、次、これボスに。いつも23の刻やって、ボスに来ると、あれ俺これ、よく今までここ4体処理できたなって、なんかいつも思わねえ。これ思うのよ。結構厳しくねって。あ、これはいけたな、これは。ブーツ取って、処理。だ、いけてないかっこつけた、今のは。マジか。まあ、でも、1体だけ残した場合、蘇生が、まあ、2体だけだから、これは、やりやすくなったんじゃねえか。ああ、どうやっても、ひよこになるな。うさぎがひよこになるってちょっと違和感あるけど。いけるか、これ。あ、いってない。あ、じゃ、え、弱点つけてなかったのか。あ、よしよしよ、いったいったい。これはいったよな。あ、ガイルか。左の2体処理する。あ、じゃなくてよ、普通に今まで通りの、よ、斜め長方形できゃいいんだ、これ。さあ、オッケー、こっからが、まあ、ボス削り。で、ここは意外と削りやすいから。まあでも、その分回復ができねえのよ。だからゆっくり。大国主のターンでズバズバ削る感じで。まあ、こいつらは、まあ一回棘に触れる程度で。うん、ほら、こんだけ削れんのよ。やばくね。で、スキルダメをしていこうってやつ。あ、で、これ4番目のキャラクターは別にアヌでも OK。大国にしてもアヌでもどっちでも OK。契約完了。まあでも個人的にはアヌの方がボス位置飛ばしやすいから、まあ苦手な人はボス位置でアヌを下に配置してバババっていくのがいいかな。で、これはダメージを受けて突破するんだが、ウサヒューンで回復できるから、ウサヒューンに当たれば回復できる。大国にしろ回復で。さあ、オッケー。で、こっからが、ウサギ3連発。なんとか、ウサギ3連発にしたから、この、ウサギの3番目までに、しっかりと、Vドラまで処理したいと思うぜ。さあ、位置は完璧。右反射して、左の、なんだっけ、トゲ踏んで、上2体処理。で、帰ってきて、もう1体処理。さあ、オッケー。このパワー！あ、届かねえけど、あ、届かねえの、これ。で、見た、今。どっかの動いたウサギがしっかり右下のザコ倒してくれた。これなのよ。やばくね。これこれ、これがマジ強いのよ。だからさっきも使った時もウサギの SS 使って、もう本当にすぐ処理できたから。ガチャゲーム持ってても本当にこいつだけ一体連れていくのもいいと思うな。さあ、次、ブリトラを処理するんだが、ちょっと位置が良くねえな、これ。位置触れて倒せねえから、あ、これは迷うぜ。とりあえず、下から処理するか、右のダメージウォールと、下のニードル踏んで、また上がってくる感じ。これしかねえよな。ぶちかまさい！明日つけてね。あ、マジかよ。これ次のウサギでいけるか。どここれ下か。あ、これはもらった。これはもらった。これは上行って次弱点、あ、それ倒しきれねえか。なら上行った時に一回踏んでギリもう一回トゲを踏んで倒して右行ってあいつを倒しに行く。右のブリトラを。これは言ったんじゃねえかと。もしこれ倒しきれなくても、誰かやってくれるだろう。さあ、オッケー！このパワー！でもボスには全然ダメージいかねえから、ほら、仲間が言っても。いや、これはもらったんじゃねえか。3体もいけるじゃねえか、普通に。どうしようか。ちょっとよ。今こんなにテンション上がってるけど、相当緊張してんのよ。俺にとってよ、23って、意外と難しいイメージがあるから、こんなフレガチャのモンスター3体でいけていいのっていう、今すごい気持ちがあってよ。いや、でもこれ結構強いけど、多分なんか、
あまり伝わらねえ感じあるな。いや、伝わってんの。ちゃんと3人で処理できたけど、どうもなんか、本当に強いのってなっちまう。さすがにやっぱ触れてくるからな。さ、ダメージを。で、あとは、オークリン主の SS を溜め直したから、まあれでとどめさす感じでいくか。契約完了。つうわけで次がオークリン主だからよ。まあ、なるべく削っとこうぜ。削りきれなかったら怖えからな。さ、ズバズバ頼むぜ。オッケー、いいんじゃねえか。よっしゃ、オークリン氏、おめえのターンだ。じゃあまずは左に行きつつニードル踏んでブロックに当たってまた右に帰ってきてループするような感じでトゲを踏みまくって最後に左に行くようにするか。じゃねえとよ、削りきれねえからな。さあぶちかませ、オークリン氏。お、早めに行ったけど、よっしゃ、勝った。勝てんのかよこのウサギが。マジかよ、キャンディーちゃんより強えわ。あいつ SS でブロック無効化するから、こいつ号令がマジ強え。え、次回から1匹スタメンしようかな。嘘だろ本当に。というわけ、ウサギに倒される23の僕どういうことや。おめらも試しあれ。また次の手で会おうぜ。いいから、そこに並べ、俺が焼き寄せやるからよ。夜勤がかわいい。契約完了。勝手に契約すんじゃねえよ。今宵もご来場サンキューな。よかったら評価頼むぜ。また次の夜会で待ってるぜ。泣きって仕方ねえ。